ニメコミックガールズで、ペンネームカオスこと思えたカルコを演じております赤尾ひかるです。今日はなんでだか今一人ぼっちで一人ぼっちの生誕祭が始まっていてさっきまでエイジが隣にいたんですけど10秒前に忘れ物したって言ってどっか行っちゃって、でもカオスがおめでたいからおめでとうおめでとうおめでとう。ということで2人合わせたアホですとかも言いたかったんですけど、なんかエイでなんかいないんで、なんか私とみんなで一緒に始めていけたらいいなって思います。はい、本日は皆様エイプリルフールということで、私赤尾ひかるが演じておりますカオス先生の誕生日、この素晴らしき日々に素晴らしき日にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。みんなでカオス先生をお祝いしようという素敵なコンセプトのこの特番の話を聞きまして、本当にとっても嬉しかったし待ち遠しい待ち遠しいって何待ち望んでいましたこの日を、みんながいてくれたから今日があってすごく嬉しいです。今日から新年度で月曜日新しいクールも始まるということで、みんななんか新卒とかこれから入学式とかいう人もたくさんいると思うんですけど、まあそうじゃないけど気を引き締めようっていう方もいると思って、みんな忙しいですよね。まあこの番組もなんか本当はどうせ放送とかされてないのかな、なんか急に一人だし、このコメント打ってるのもあそこにいるスタッフさんも全部嘘なのかもしれない。でもさ、私は今この時間を生きてるからさ、みんなが楽しいってことを信じたいし、カオスが祝われてるってことも信じたいし、ちょっと長いでーす。あー、やっと来てくれたよー。忘れ物。ありがとう。カオスちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカオスちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。ふぅー、本気で私が忘れ物したと思ったでしょ。なんかバカだな。バカだな。バカじゃないから。戻ってこないよ。すごい芝居をしたんだから違うんだからね。本当にもう、うん、びっくりしたわ。食べてるし。はい。じゃあ一緒にみんなでお祝いしましょう。エーデありがとう。どういたしまして。こんばんは。こんばんは、エーデでーす。エーデでーす。はい、あ、クリームついちゃった。クリーム、ちょっと触らないの。どこ触ったの。なんか、どれだろう。どこだろうね。これかも。あ、違う、それスタッフさんが触っちゃったやつ。あ、じゃあピーのせいじゃない。でい。でい。あ、じゃあエイデンの自己紹介をしてください。はい、させていただきます。寒くて震えてる。あれ、ピーちゃ ん台本それ違うよ。え、これ、え、あー、そっか、私はドッキリに引っ掛けられていたから台本が違うのか。ね、すごい震えてない。ちょっと暖房上げましょうか。めっちゃ震えてる。大丈夫？寒い。はい、じゃあタイトルコールからいきましょうね。はい、よいしょ。はい、じゃあじゃあじゃあ、うん、こうやってケーキも入ったところで改めましてタイトルコールいきましょう。はい、せーの、ふっかかずニコニコミックガールズ。やった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 、やっと始まったわ。はい、皆さん改めましてただいま、そしてこんばんは。テレビアニメコミックガールズでペンネームカオスこと思えたカルコを演じております赤尾ひかるです。よろしくお願いします。うー、これよこれよ。さっき真っ暗だったんだから。真っ暗だったね。で、あの中で急に哲学を始めるからびっくりしちゃった。はい、皆さんただいま、そしてお久しぶりこんばんは。
同じくテレビアニメコミックガールズにて恋する小夢こと小塚小夢ちゃんを演じております本土カエルです。久しぶり、よろしく。いやー、私髪が伸びてね。わー、ほんと伸びたね。4月まで頑張って伸ばしたからね。すごい。いつから伸ばしてたの？いつからかな。いつまで短かった？昨日急に伸びたの起きたな。すごいじゃん。でしょ。なんか揚力まど…まど…そこは噛まないでよ。そこは噛まないでよ。はい、エイプリルフール。エイプリルフールです。懐かしいね、この空気ね、楽しいね。あの人だけが笑うこの空気、懐かしいね。果たしてね、スマホパソコンの前のみんな笑ってくれてんのか。絶対笑ってる。何してんのね、なんなの。何の気持ち、それ。はい、カメラカメラ、ここにもあった。何の気持ち。いや、こうせっかく風船を用意していただいてるからさ、はい、風船も仲間に入れてあげよう。唐突。え、わかった。黄緑もある、すごい。じゃあこれ翼さんかな。あ、それだ。ちょっと紫を探せ。お、お兄さんいません、紫。じゃあ赤ってことで。じゃあそうね、そう、ルキさんハートの赤ね。ハートの赤。じゃあ4人でやりましょうね。はーい。あ、ちょっともう変わってないね。久しぶりだね。いや、なんかこの空間に来るとなんかこんなになっちゃうんだよね。なんでだろうね。安心して、うん、なんかエーデがまとめてくれる安心感。同期だけどね。それの、ね、それの同期です。あ、そうだよ。なんかなんだっけ、二人合わせて。お、ちょっとね。まあいっか。二人合わせて、せーの、青でーす。もう認めよう。ね、できる？このちっちゃい肺でできる？肺こんなでしょ、あなた。できる？震えてる。ね、震えてる。結構できるね。あ、うまい。よし、ルキさんゲット。イエーイ。じゃあ結びましょうね。はい。ここが一番難しいよね、結ぶのって。そうだね。なんで避けてんの。そうだね、やめて。大丈夫だよ。やめて。あ、いけてる、いけてる。爪にひよこいっぱいいるね。あ、そうなんだよ。はい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 。できたよ。いいな、この空気いいな。で、はい、何ということで。はい、ということで、あ、そうだよ、今回はね、カオ、うん、先生のバースデー特番でもありますから。そう、それ。まあね、サプライズだったからね。そう、なんかもう全部吹っ飛んじゃったの、ね。改めてね、ほらケーキ見てくださいよ、ケーキ。そう、見てください。これほら、カオスちゃんのイラストが、クッキー、チョコレートか、うん、ニュースもいるし。しかも、ルキさんと、お嫁と翼さんがそう、カラーでいるんですよ。本当に素敵。食べたい、早く。しかもお花も出てるしね。ねえ、ね、素晴らしいよ、本当に。素敵。なんかここにさ、うん、パンとかもいっぱいあるから食べながらさ、ゆっくりやろう。そうだね、スタッフさんが買ってきてくれたパンはね、ありがたくいただいて、いただいて、うん、めっちゃみんなコメントしてくれてるじゃないですか。本当だ、なんかね、止まるぐらいね、ちょっと止まるね。ね、あ、すごい、ありがとうございます。さあさあ、目は黄色だよ。あ、本当だ、キャラカラーでくれたんすか。さすが、ありがとうございます。あ、それ食べよう、食べよう。で、これやろう。あ、やる。で、これやりたかったんだ。しかもこれもキャラか。